国です、えー、2020年の5月21日、なかなかの早朝に今日は撮ってみようと思ってやっております。さあ、本日もコメント返し動画ということになりますね。えー、と先日あげました、さやしりほ、スーメタル、モアメタル、アイドル間レス、そしてニューヨークのダンス動画のさやしりほの映像レスみたいな、レスというか、あれ、コメント言ってる、解説してるって感じですけどね。 えとそこの動画以来なのでちょっと時間空きましたけどこの動画の回答を行おうと思ってますちょっといくつか他に書いててくれた人たちとこの動画のあと一部の人後ほど言うんだけどそれもう一個のところのセクションに取り分けるというプレイを初めてやってみようと思っておりますさあ国にチャンネルこういうコメント返し動画の方は常にすでにだって常に えと社会情勢であったり歴史的背景であったりそういったところを、まあ、引用しながらそれでテーマである「鞘師里りちゃん」とかあさまざまベビーメタル関連というところの表現に落とし込んでいこうそんなことをコメントを見ながら入れていこうとしております、えー、楽しんでもらえたら嬉しいですその上で是非お願いしたいことが一つありましてチチャャンンネネルル登録を国を国お願いできますとこのやる気モチベーションそこに全力を投 <laughs> しております ね、そんなものにかって思うかもしれないけどそんなもんなんですなのでぜひお願いいたしますじゃあ早速いきましょうそんな感じで本日、えー、と取り上げる題材もちろんコメント返しなんですけどもその中に大きくトピックがあると思いまして、えー、ちょっと厚めにお答えしていこうというものを決めておりますまず1つユイメタルについてこれをコメント返しの中で少し厚めに取り上げますそれと2つ目、えー、とベビーメタのこれはいつもですけども 今日は特別に、えー、多く言いたいのは、鞘師里保ベビーメタ、アイドル性、アーティスト性というところ、ここが出てきたときに少し強く、えー、とそこにへの意見というもの、今までになかったような、まああったんだろうけど、こういうふうに僕が思ってるよということをぼかさず言っていった方がいいのかなと思ってるんで、そこもちょっとピックアップしていっていこうと思ってます。あと3つ目は 後半ですね、アイドルの政治的発言についてというところ、えっ、ー、と、質問いただいているんで、そこに対して僕なりの見解。これはやっぱり、えー、昔から今まで、僕が知ってるところでって当然なるんですけれども、どんな感じだったか、今どう考えているかってところ、お話ししていきたいと思っております。じゃあ、早速いっちゃいましょう。えっ、ー、と、まずはね、まあ、順番通りでいきますか。えっ、ー、と、パズ・ゴネさん。 普通のユーチューバーだったらスルーしそうな皮肉なコメントもちゃんと返してて好感が持てます笑い邦夫さんの動画とコメント欄はおた友達のいない在宅の自分にとってはとても居心地のいい場所なので皆さんも何とぞ手柔らかにコメントいただきたいです笑い、えー、意外とインターネットってこういう平和な場所がないんですよねツイッターは一方的につぶやく感じでどうやってこういうすればいいかわからないし ごちゃんの棒板はもはやアンチ板だし、書いてて思ったのですが、往年の腹ごたである国尾さんにネット上の腹ごた界隈のコミュニティの移り変わりみたいなのをテーマに語っていただきたいです。ちょうどハロプロ黎明期とインターネット黎明期はかぶっていると思うので、当時の実体験なども踏まえながらお話しいただければなかなか楽しそうです。自分は国尾さんの自分で見た聞いた情報をもとにお話が。 あ聞いた情報を元にしたお話がすごく好きなので今後もこのスタイルを崩さず頑張ってくださいありがとうございますいやいやありがたいですねでこれに、うん、と返信くれてる人も読んでしまいますね剣、えっと、万寿丸さん私も友達のおたが早々におた引退していったり仕事柄現場にもなかなか行けず在宅なのですが久夫さんの動画は米にも親切丁寧そして米にさらに面白い 情報も付け足ししてて説明してくださいます2か私もこのような場所があるって外出自粛期間に知れてとても良かったですということですいやーちょっとこれはいい気分になってスタートという感じですね <laughs> まあまあありがとうございますお二人ともにちょっと同じようなことだと思うのですけどせっかくご質問いただいてたところなので うん、これまあどんと深掘りしてもいいんですけど実際どんな風な感じ見てるのかっていうところをハロプロで例えたらいいのか80年代から言ったらいいのかってとこはちょっとわからないがこの2パターンでいこうかね最初のところっていうことで、えー、あハロプロって書いてあるからハロプロでいっかね <laughs> えっとね ハロープロプ最初の時期をどう撮るかなんですけど1997年とか98年で撮っちゃってる人っていうのは僕テレビ情報しか知らないんですよで僕が思いっきりハロを知り出してるのって2001年からと思ってくれたら分かりやすい2001年どういう年かっていうと松浦亜矢ちゃんがデビューした年ねで松浦亜矢ちゃんのデビューと同時に僕ものすごくハロープロを聴くようになったんですよ理由はあややを好きになり「あややナイト」という僕イベント企画するようになるんですけど もう松浦がまだ CD1 枚しか出してない時 <laughs> アルバム1枚とシングルえー、っと何だっけな「中夏パーティー」とか入れても17曲とか15曲とかだった確かそんな時期にやってるんですよもう同じ曲7回ぐらい聴いて踊ってるっていうもうちょっとちょっと大丈夫っていう感じのことを突き好んでやってた時期なんですね <laughs> ちょっと話なくなりましたでそれが僕に言わせる黎明期だとすれば2001年2002年ぐらいっていうところだと思ってください でそれでよければお話しできるのはまずねインターネット上で言ったら当時メーリングリストっていうところ以外ではほぼほぼ機能してなかったですね BBS がやっと出てきたか出てこないかでそこっていうのはちょっと本人の所在が怪しいわけよでメーリングリストは少なくともメールだから挨拶の内容とか文章の感じ名乗っている感じで ハンドルネームどういうういい人かかっっていうのが分かったんですよでそこでそのハンドルネームが他の BBS とかに書いてあったらなるほどなみたいな感じでなんつうの頭の中でなんこう、うん、合体していくっていうの変な変な言い方だなもっといい言い方だと思うけどなんか合致していくっていう感じですね。でそれがありました。でそのの時というのは どちらかというと僕はインターネットの出会いってより現場ライブ、ライブとかですよねイベントとかですよねそこで僕はフライヤーとか作ってたからこういうパーティーやりたいんだけどみたいな仲間集め作業っすよそこで出会っていって交換した連絡先でこうなんていうの連絡取っていくみたいなことを最初の頃やってましたよでその後ミクシーが出てきてからブレイクですよミクシーものすごく使ってました ミクシーでコミュニティを作ってそこでオフ会的な名乗りもともとパーティーはあったんだけどオフ会的な名乗りでやってみるみたいな感じですね。あの僕のミクシーアカウント「魅惑の国」をで調べていただけるともう恐ろしいほどのイベント数が多分掲載されてますよ。それも今見たら面白いかもしれないですね。 であの辺の流れというのが、うん、黎明期といえば黎明期だったと思いますし個人がハンドルネームでもそうなんですけど2ちゃんとかそういうんじゃなくて特定できるところの方が得意だったっすねなので今の YouTube もこの、うんね、別にそれを僕ノートは持ってないよでステアカみたいな人人でででンと書き込んんくれるるっているんですよでそこの意見ってやっぱりグッとくるかといったらそれほどグッとは来なくてなんかこれは 吐き出したいいことななんだろうううっててうふうに捉えてるでそこを無視するっていうタイプじゃないからそこでは会話は僕は成り立たせていいと思ってるんだけどこういうところに似てるかもしれないです。メーリリングリストとかかかの時代とかでもなんか吐き出してししててててままっっっ終わってしまう人っていましたなのでどんな時代でもこういう回答にしましょうどんな時代でもインターネットのスキルというのは人間がやってる以上はその人の人間っていうのがすごく出てきてしまう。 こういうことでよろしいでしょうか。まあ現代型のもう少しなんていうテクノロジーを生かしたものとかそういうのっていうのは囲碁もどんどん探求していきたいのでご意見など引き続きください。ありがとうございました。じゃあ続いていきましょう。えっとにウニ娘さん。いつもありがとうございます。多分1ヶ月前から登録してます。ごめんなさい。ちょっとだけ長いので30分、あ20分の3本勝負の方が良いです。本当にいつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。 えっとね、これ前の動画でもちょっと説明したかもしれないんですけどあのハロプロの方の何て言うかなトピックので説明したんですけどこの意見ももらって僕トライしてみようと思ったんだけど大きく3つ3つもあんだよここがトライしづらいところが。一つはの話の途中で20分を取っていくということを計算しながらってやるのが僕の流れの中で僕が少しやりにくい。 でもう一つは二つ目ね二つ目はサムネイルって作らなきゃいけないんですよで一個ずつのサムネイルを作って結構あれトップ画像あるじゃないあんなのもね少々時間かかる人なんですよあのサバサバサバ,サバっとササッとささっとやってるように見えてねでそれが3倍になるじゃないですかでそういう作業があるということあとそこのコメントのおレスっていうところで何う同じ内容のは3つに分散される感じになると 取、うん、っていく進行とか頭の中の僕の回転が鈍いもんで整理がダメなもんでそこがね少し、えー、混乱してっていうことなんですねこれなんでこういうふうに言えるかというと3本じゃなくて2本でやってみたんです俺結局できないから俺1本取り直したのが今まで取ってる9本の中のどれか1本あるんですそういうことなんですよ で今のところで Google のアナリティクスってところ僕ちょっと気にしてるんですけど線を越えてそこに乗っかっていく上で評価の高い動画を出していかないとお僕のこのスタイルでやっていくのって先がないんですねなのでそこに挑戦していく上で今長尺の動画というのはそんなに評価が低いわけではないなのでもう少し様子見ていただいてでご意見は必ず頭の中に残しておいてああこれ こういうまずい結果が出た時になっちゃうんだけどこういうことかと思って改善しますそのちゃんと知識のストックと意見のストックはありますのでご理解いただいて引き続きお願いしますてな感じですじゃあ次行きましょうありがとうございますえー、じゃあお今日の最初のセクションになりますね、えー、ユイメタル論についてお話しするわけですけどもお読みします、えー、とコンドウウ,ウモンさんありがとうございます はじめましていつも楽しく動画を視聴させていただいておりますベイユメタルの過去の活動でいまだに動けない愛失礼いまだに解けない疑問がありまして久尾さんの意見知ってる類似事例などを聞かせていただければと思いコメント投稿させていただきます、えー、疑問に関わる大まかな経緯となっております、えー、時系列いきます2017年の12月2日 同日開催されるベビーメタル広島公演の開催前にユイメタルが体調不良になり出演を見合わせる旨の告知があり実際の演目も一人欠けた状態で実施され、えー、欠場がギリギリの判断だったものと感じさせた。えー、とあなみに直立2つ目2018年4月1日公式サイトが更新されメンバー名がすべて削除された上で、えー、扉へも顔の見えない10人の画像に差し替えられる。 じゃあ、時系列3つ目。2018年5月9日、US ツアーがカンザスシティ公演から開始されるが、ステージに UE メタルの姿はなく、サポートダンサー2名を含めた4名体制で演目が実施される。えー、じゃあ次のセクションいきます。二千十これが4つ目かな。2018年10月19日、公式サイトにて UE メタルの脱退を発表。その後、UE メタルこと水野ゆいさんのおプロフィール、プロフィールページが アミズ公式サイト上でで確認できるもののこのここ場に姿をししたことはなし私の疑問は以上ですね私の疑問は過去に行っていたメンバー不参加の告知をあえてしないことに何のメリットがあったのかということです匿名掲示板などではプロデューサーの傲慢が招いた結果といった趣旨の論調が目立つのですが私は契約上の制約問題があったのではないかと考えています予想もつかない ということであれば、このコメントは無視していただいて結構です。長文失礼いたしました。ありがとうございます。無視はしないで、えっ、ー、と僕これは憶測です。憶測で答えられるということで、よろしければ参考にしてくれということでお返し,したいと思っております。まずね、えっ、ー、とこれまあ、後でもユニメタルのところに出てくるんだけど、ここで一つ第一セクションなんですね。 でこの時系列どういうことかということで言うとゆいちゃんがおいくつだったかってことに僕大きくヒントがあってもう俯瞰で大体そこじゃないかっていうふうに落とし込めてますこの2 0二千1 8年4月ゆいちゃんってあすみません1999年生まれですよね二十歳行ってないタイミングなんですよで ハロプロとかの場合だったらどうかっていうともしかしたらなんですけどゆいちゃんって15歳から二十歳ぐらいまでの契約書っていうのがもしかしたら5年契約ぐらいで組まれてんじゃないのかなっていうような印象を受けたんですよね。それで更新する時にゆいちゃんが今後やってきたい条件じゃないっていうこと先ほど申し上げましたハローだったらこれもうね親なんですよ。 でゆいちゃんがどうしたいかっていうより親がどうするかってことを未成年のうちに決まってるんで,す、ね、でこの時系列拝見してたら日付とか拝見してたら20歳以降って本人の権利で契約すするはずなんですよ。僕内容とかプロセスがこれ言って悲しくなってもらいたいわけじゃないんですけどゆいちゃんのやりたい契約内容じゃなかったんじゃないのかなと思う。 だって更新する権利も二十歳過ぎてたらユイちゃんに所属するはずなんですよ。ねえ、うん。これは分かれない。最初に言った通り、憶測ですから。で、そこまではお父さんお母さんと話してて、うん、決めていた書類で、そこの約束は全うしてっていうことなのかなっていうふうにも取れますね。18歳を過ぎていますから、18歳までの契約とっていうことなのかもしれないですよね。うん。 ハローはだいたいそうです18歳までは全貌やで超えてからはあの娘とかの発言もあるけど基本20歳までのところは多分縛りがあるちょっと根拠ありだけどこれは言えないで、そういうことですじゃあこのターンはこれぐらいにしましょう、うん、ありがとうございますねじゃあ続いてお読みしていきます82たくまさん、えー、920びっくり国はって言ってんでしょうねあたす 82。どうかな？今のすいません。引き続きよろしくお願いします。<laughs> じゃ、引き続き行きましょう。えっとふるさと窓さん、こんばんは。全部の動画を見て。見 あすべて見てきたわけではないのですがすでに動画内で話していることだったらすいません一個すごくモヤモヤすることがあってベイメタファンの方々に対してですがベイメタ好きだけど泥歌ではないという人が多くてなんでだろうって思うことがあります佐学の頃から知ってる身としてはスーちゃんもモアちゃんも素晴らしいアイドルだと思うんですファンの方々はベイメタはアイドルじゃないしアイドルは嫌いと考えてるのかなと思ってますでも腹タからしたらベイメタも立派なアイドルだと感じているしファンも もう立派ななだと思ってますすファンの方々ごめんなさいですかっこじアイドルはアーティスト以下っていう考えが根本にあるのかなって思ってちょっと悲しいです歌って踊って顔も可愛いって最高じゃないですか聖子ちゃんも中森明菜も桃江ちゃんも素敵なアイドルですしモーニング娘。もそうだと思ってます泥歌の中にもバンド好きな人も多いし必ずしもちっちゃい可愛いい子だけ好きだなだけじゃないです 私もアイドルから程遠いベテランバンドをもともと好きだったのでアイドルイコール買うだけっていうイメージがあったので気持ちが分かるんですが一回アイドル大谷になったって自覚するとまあ楽しいです笑いいつかメイトさんと誰推しスーちゃん推しとかっていう話ができれば楽しいのになと思います最初のダンス動画すごかったですね過去のダンス部の動画を見て思ったんですがマジで最初は首から上が動かんですよねあと重心が低い私も止め がダンスのうまい下手を決めると思ってます。音に合わせて次の動作までも待って待って、じゃそのタイミングで決めるっていうのは難しいし、鞘やしはそれが得意だからうまく感じるんだなと思いました。長い笑い。いやいやありがとうございます。いや、初書き込み。ありがとうございます。ね、なんかどっかでも書いてくれたような気がする。ありがとうございます。<laughs> こっちをね、先に読まなかったんだね。うん じゃあねここね同調で行こうかねえー、っとねこの論争は多分延々続くのさよくもう途中でさロックの話とか出てる人でもストーンズ派ビートルズ派とかさ出てるじゃないですかこれすげえ俯瞰から見たらもうどっちも一緒ぐらいに見えてる人が大半なんだけど当事者からしたらもう熾烈なんすよだからこれはそういうい意味で そこの論争の対象になってるっていうのが商品価値で捉えるのが多分正解っすよね。で、えー、特に過激な人っていうのはまだすげえ過激はまあ若干余韻 <laughs> 予兆はあるけどまだいないと思うんですよ。でこれは何が多分同化性になるかっていうふうにしたら否定ですよね。否定はまずい。で否定をしてそこでちょっとバトルしたい感じの人っていうのは ちょっと皆さんの中にも何名か身請け取れるんだけど僕が多分否定で持っていかないから思ったことは言うけどねだから多分勝負的な方向に行かないはずなんですよまあそ,それでもっていうんだったら全然あのお話もしてきますしただ終始なだめちゃいますよ <laughs> そういう感じなんですよねでこのかわいいこそとかわいい子がちょっとつっけんどんみたいなツんでる的なねのーのー 両方うまくやってんのが僕はだからベビーメタだっったと思ってますよ、うん、なんかこの論争と思ってないけどもうまーくここのゾーンを皆さんをとどまらせることができるっていう手腕があるそういうふうに捉えることはできないですかね。うん、僕ベビーメタはそういううに思ってます。 でそこの好きな方々にハローっていうところとかアイドルっていうのを理解してもらいたいところで言ったら単純に僕曲のアレンジ聞けばいいと思いますよ。音楽のファンだと思うんでいずれにしろで歌のファンなはずなんですよどうしてかと言ったら歌物をやっている共通しているチームじゃないですかグループじゃないですかだったらその歌に対してどういうアレンジがっていうところを聞いていくと共通点出てくるんですよね。でそこを話し合ううなんていうとすごく 僕的にはドストライクというか、ジャストな感じです。ね、これでいきましょうよ。なんつー提案です。ちょっと、そういうこと言ってなかったりしてね、すいません。<laughs> まあそんな感じです。引き続きお願いします。じゃあ続いていきましょう。えっ、ー、と、ガイナイスさん、えー、ゆいちゃんがまさにぶれないダンスでした。もしよかったら今度解説をお願いいたします。そうそう、こういうのが多かったんで、今日はここを取り上げていきますよ。これまだ他にゆいちゃんのまだ話があるんで、後のところで、 えー、付け加えていこうかなと思ってたんですけどちょっと一回確認しますね僕もね話しながら危なくなってんだそういうなんかどこの何で話したかなとかどういうこと言ってたかななんていうところねあでももうここで言っとくかで後で、えー、そこに該当するところに補足にしようえっとねゆいちゃんどう見てるかまずそこ行こうそんなに長くなる話じゃないんで、えー、お話ししてきますね まずね若い時、あの,ー、のなんつうのかなまだアイドル間の方上ベビーメタとかっていうのが10音部ぐらいだった時期っていうことだと思うんだけどその時っていうのは振り付けなど形を決めてても何て言うのかなこのハマるっていうよりちょっとそこが外れてたりブレちゃってる感じがかわいいっていうことがなリズムの取り方もなんかゆいちゃん節みたいなリズムの取り方があったと思うんですよね。 そこはもう本人の普段の感じが可愛いからっていうところで本当に今のハローのメンバーにいてもおかしくないハロー受けするのが下手したら一番ゆいちゃんかなって感じですねなんかそういうような匂いがありましたなんか独自の不思議キャラっていうとそこで片付けても違うんだけどなんか独自の間があるって感じですねそれがダンスにも出てたって感じますでベビーメイ入ってからどうだったかっていうと宣伝当然されてくるんですよ なぜかといったら同じダンスを数こなしていてそこの間というところが自分の中で余計なこと考えないで定位置にいくようになるじゃないですか。そうすると一つずつずののポーズの中で余裕がゆいちゃんなりに出ててくるってことですねこれが何度も見れたんで僕がねその後の後期っていうところは最近 YouTube で見てるんですけど意外とゆいちゃんはずっとそのままでいったかなっていうような目線ですよ。 ゆいちゃんステップの中でしっかり最後の方まで行ってたっていうこれ僕の味方ですでダンスが上手い下手ってより節があるもう個性がある子なんでそこにアジャストしてた方がなんか商品価値下がるっていう感じ僕それを感じてましたこんな回答でよろしいでしょうかあとのところであの補足できそうなとことか深掘りできそうだったらやっていきますありがとうございますじゃあさらにいきましょう とお読みします。ミオンミオンさん、ベイメタルをアイドル視するなって意見結構ありますよね。かなり強烈に否定する人もいますが、僕はビビメタルの原点は間違いなく日本のアイドルだと思います。 今の BM まで、えー、存続できたのはいわゆる泥唄という人たちが初期の BM を支えたおかげですし最初の最初期の BM から今でもファンを続けている人がいるとしたらめちゃくちゃ尊敬します BM はアイドルからアーティストになったみたいな話もあって理解はできるんですけど今でもアイドルの要素を失ってないと思いますというかアイドル要素って BM の立派な武器なのにそれをわざわざ捨てる意味がないもちろんその逆もしかりでアーティストメタルバンドとしての要素も立派な武器です アイドルだからこそ自由にメタルにいろんなジャンルを組み込んで挑戦的な曲作りができたと思いますし圧倒的なパフォーマンス能力に加えてアイドルとしても魅力的ってエンタメではめちゃくちゃ有利なことですしその振り幅こそ BM が他のアーティストアイドルより優れている点だと思います。アイドル軽視の人って 基本的に AKB 系列のアイドルをイメージしていると思うんですが僕は初期の AKB の楽曲って結構良いのあったと思うんですよね大声ダイヤモンドとか言い訳メイビーとか学生時代に AKB ブームドンピシャだったので、えー、ファンとまでは言いませんが普通に聴いていました今はどんな曲出してるか知りませんが少なくとも昔はシングルになる曲はちゃんと良い曲作ってたと思います握手会もろもろ拒否感あるってのも理解できますし 僕も思うところがないわけではないですが嫌いならもう無視しとけばいいんじゃもう AKB が音楽界で天下を握っている時代でもないですしそもそも AKB をはじめとしたアイドルブームがなければアミューズも桜学院やベビーメタルを作らなかったと思いますある意味では AKB のおかげでベビーメタルが誕生したと言ってもあながち間違ってないと思いますアイドル嫌いの BM ファンの言い訳も理解した上でそう思います 昔のインタビューでベビーメタルが自分はアイドルという基本スタンスを崩さずロックに振り切ろうとしている姿それこそがロックなんだと評したアーティスト多分ディル・アン・グレイだったと思います自信ないがいたんですがすごく共感しました少女たちが自分たちだけで持てる武器で敬意を持って海外のメタルシーンに後半に正面切って戦いを挑んでいくそこに何かあ尊さだったりこれ高潔さうん いいちょっっと怪し,怪しくなってきた <laughs> まあそういうものいろいろね極端に言えば、えー、生成を感じるのは見ている人にとって割と共通の感情じゃないかと思いますしその戦う姿を見てファンになった人特に日本のファンは多いと思います日本のロックファンの夢も背負っているのかもしれません語弊があるかもしれませんがベイメタルに純潔性だったりある種の生成を求めるのって 割ととアアイイドドルルファンがアイドルに求めることだったりします日本人は特に誠実さ清潔さを美徳としますし海外から見ても日本人の美点として映りますそういう人は実際にいます音楽や技術才能だけでなく彼女たち自身の容姿も含めた人柄姿勢人としての資踪に惚れ込んだのは決して恥じることじゃないと思います。 それでも BM が AKB と一緒にされるのが嫌だったら BM を応援して新しいアイドルゾーンに書き換えてもらえば良いと思いますしそうなっても面白いと思いますめっちゃ長文になってすいません熱が入りました笑いありがとうございますそしてえっ、ー、と文字の間違いが多くさせん気をつけます気をつけようはないけど頑張りますさあじゃあこれねもう ご意見と言い分とか角度も含めて完結されていらっしゃるんで僕同調の部分というところで補足説明みたいなえら <laughs>、ね、そうだねというところでいきましょうえっとねよくここも AKB 出てきますよねでポップミュージックと AKB っていうところをどんな感じかっていうことにすると AKB 自体の音楽がダメだったケースってあんまないんですよそれは最近の曲もちょっと見たり聞いたりしてたらそんなにダメとも思わないですよ だけど人人間対人間対でしょこの子たちにこれね僕ディスってないからねこの子たちに会いに行こうとか見に行こうとかっていうのを音楽ファンなもんだから思わないっていうのが今の今日までの状況なのよ。これ昔の時代も僕実はずっとそうなの。なんでかと言ったら歌声を聞いて感動したことがないっていうこ,これだけなの。だ,だから駄目ってわけじゃなくて。 たたたまたま僕は感動したことがないっていう,こういうことわかるだから曲がいい,い,い悪いはまあまあ曲よくてもいいよねって。でダメでも歌う頑張って歌ってたらまあそれもいいよねだけど感動したかしないかって言ったらいや感動はどっちにしろしてないよねってことだから残酷だけどそういうことだで松浦綾ちゃんとか後藤真希ちゃんもそうだけど藤本美貴ちゃんもそうだけど実際に見て感動してんのよ。もうこれが全て。 うん、あ僕ベビーメーターも実際に見て感動してるからだから好きだしこういうお話いくら来てても擁護ってわけじゃなくてあそこの好きな人の立ち位置分かるってことになってるわけですよ。僕これで説明なんか、うん、言いたいことかなり補強してる気がするんだけどどうでしょうまあそんな感じでした。 そうここでお伝えしたい。田中さん。田中さんたくさん書いてくれてありがとう。で、田中さんは僕、いろんなあのリンクも拝見して、僕、田中さんだけにお届けしたい動画、すごいでしょ。作ります。なので、その時にお読みします。じゃあ、そんな感じでお願いします。じゃあ、続いていきましょう。えっ、ー、と、ミヨンミヨンさんのはもう読んだ。ごめん。えっ、ー、と、お読みします。マコメタルさん。ありがとうございます。 いつも楽しませてもらってます。ベイメタルはメタルアイドルの論争ってずっと続きますよね。2013年の雑誌インタビューでスーメタル自身がすでに答えを出しているって話を自分は気に入ってます。メタルだから近寄りにくい、アイドルだから苦手という人でもノリがいい曲や誰でも聴ける曲も多いのでたくさんの人に聴いてほしいです。メタルやってるしアイドルやってます。その2つが苦手な人にも聴いてほしい。やっぱスー様は次元が違いますね。笑い。うん。 もうじゃあ答え出てたってことだもんねで僕はここにも上乗りさせてもらえばさっきの話と一緒ですよスーメタルの歌で感動してたらそれでよくねっていうこと <laughs> ね感動基軸がいいよなと思ってます、うん、でもこの情報ありがとうございますまた引き続きなんかポップにキャッチーにみんなの気持ちをよっしゃーって前向きにさせるなんか照明みたいになのあったら。 教えてやってくださいお願いしますあだすじゃあ続いていきましょうえっ、ー、と坂金ワンさん、えー、いつもコメント返しありがとうございますさやのダンス動画の解説とても参考になりましたありがとうございますメイトの人には怒られるかもですけどベビーメタルの国内の知名度ってまだまだそんなに高くないと思うんですよね以前の動画でさやしがベビーメタルに加入することでベビーメタル側に何のメリットがあるかみたいな話があったと思うんですがメリットがあるとしたらやはりその知名度だったりインパクトだったりするのかなと。 このおさんはどう思われるでしょうか？ありがとうございます。お答えしましょう。うん、まずね。これ、最初のダンス動画はむしろあの分かってくれて感性が近いってことでありがとうございますね。で、このね。知名度が鞘師加入で上がるっていうのはないわけ。当然ないのよ。うんだ,だけど、規模って難しいじゃないそれが。 僕ら原ラオタとまあ砂漠ベイメーター見てた人にとってはビッグインパクトですよ。で両方の見方とか考え方とか聞くいいチャンスになりましたよ。なのでちょっとこのバランスがどっちかに偏ってた人たちというのはこれ両方合致したってことだよね。まあ僕なんかも間違いなくそうでしたからこれはあの内需のインパクトはあったと思うし外国にももちろんインパクトあったんだよ。ただ総合で言うと 難しいよねこれビッグマネーの話をする人多かったじゃないですかでそこ狙ってほしいっていう思いが強いのもなんかもう分かってるんですよこうするとそこのクラスじゃないんだよなんかこれが空気感なんだなって僕思いました、うん、で今実は知名度ってもうこれも細分化されてるんでよく僕が言うエージェント的なものとかつけていって タレントとかミュージシャンのバンドのクラスを上げていかないとどうしようもない話なんですよね。でその上げていく手腕っていうのは僕はもうお金によっての投入である程度このだけのツアー数これだけの規模のところでやりますっていうエージェント契約をやるとそしたらそれに動契約通り動かなきゃいけないのがエージェントだからっていうのがもう見えてる <laughs> ワールドワイドなビジネスです多分これだけなんだよ見えてるやつなのよ。 でそれをやってないっていうのが答えで、もう理由は前の動画で言ってたやつなんですけど、そういうことなんですよね。うん。だから僕、これは、インパクトっていうのに頼るんじゃなくて、契約っていうところにもっとシビアにストイックにいかなければいけないって話だと思います。こんな回答でよろしいですかね。またちょっと気になるところあったら言ってください。お答えします。引き続きよろしくお願いします。じゃあ続いて参りましょう。えーっと。 あこれだ。ナルセエッツィオさん。ありがとうございます。国、ね、尾さん、コメント会社ありがとうございます。冒頭、私のハンドルネームの読み方で苦労されておられるので、ナルセエッツィオって呼んでいただければと思います。フランス語とイタリア語のミックスです。笑いそうこ,こで1個突っ込もうと思ったこれがナルセになるのはなフロンセのね、フランス語のねそう。なるほどと思った。ありがとうございます。で、お読みします。やはりストーンズあたりのくだり、すごくいろいろご存知ですね。 いくつか前の動画で国尾さんご自身で僕は単なるファンみたいなご謙遜されておられましたけど単なる素人がマンウイズにアドバイスしませんって笑いツイッターの方もフォロ,ローさせていただきましたが、えー、本職は音楽イベントのオーガナイザーなんですか国尾さんご自身のバックグラウンドは知りたいですハロプラについてなんですが若い方はご存知ないかもしれませんが初期はアサイアンという番組でモーニング娘。って形成されたんですよね確かあの番組は見てたので直感 とくらいはわかりますあの。その後、あの番組が終了してモームステどんな風にフォーマットが変わったんですか変わっていったんですかはてなそのあたりのアイドル産業の裏側の仕掛けについて国尾さんご存知っぽいのでぜひお聞かせいただければと思います最後に他の方がよくコメントしておられるベビメタアイドルか否か論争について私なりの解釈をおばお不足ですけどベビメタとアイドルを一緒にするなって言ってる人って 握手会とかファンとの疑似恋愛をなしなくてもベビーメタは歌とダンスだけで集客できるんだよってことをアピールしたいんだと思いますその根本にはアイドルは口パク歌で勝負してるわけじゃないみたいなコメントが陳拳、えー、されるからなんでしょうね三軒だ <laughs> 一度「ワイドなショー」って番組でまっちゃんと 西川貴教さんがあ声は消耗品みたいな話をしている回があってまっちゃんが指原莉乃に「その辺指原はどうなの?」って聞いたら「私は歌ってないので」って,んて,んて,んって「アンに口ぱを認める発言をしてまっちゃんにそれ言っちゃうのね」って笑われたことがあるんですよね。こういうことがまかり通ってしまうことで音楽なのに音楽以外のところの付加価値が大きくなってしまって何のビジネスかわからなくなってしまうみたいなところに抵抗があるんだと思います。 2020年がたって国尾さんもおっしゃっていましたけど音楽産業とエンタメ産業の垣根ってどんどん曖昧になってきますし CD が売れない時代になって秋元康が考え出したアイドル産業という,いう施策なんだと思いますただしこの形も昨今のコロナウイルスの問題で変化していくと思いますあとファンの方の行動パターンの違いみたいなものもありますよね友人に典型的なアイドルウォーターがいて彼は50過ぎなんですけど20代前半は朝かゆいそ,その後ヘミヘミリーに,に え推移して、えー、また今は坂グループに続行です。コンサートに行って超絶可愛いマイアンでサイリウム振ってますよ振ってやってますよ。わざと浅香唯はもう応援してないのって聞いたら「うーんだっておばはんじゃん」って帰ってきました笑いそういうことなんだと思うんですよね。多分メタファンの まあ、ベイメタのファンの方々の中にもビジュアル可愛しさを重要視している方はスーちゃん、モアちゃんたちが年を重ねていけば離れていくんでしょうね。一方で歌や楽曲に惚れている方は彼女たちが30代になろうとも応援し続けると思います、えー。そこは趣旨の違い、見方の違いですね。どちらが正解ではなくそこを汲み取った上で演者をどういうふうにプロデュースしていくのかが腕の見せ所なんだと思います。私はベイメタはアイドルかつアーティストだと思っています。アイドルイコール歌が下手 えー、ビジュアルかっこかわいさだけで売ってるという田原俊彦松本伊代が作ったネガティブなアイドル像を除けばスーちゃんもあちゃんアベンジャーズの3人はビジュアル的にも十分かわいくてステージ映えしますしかといってかわいさだけで売ってるわけじゃない歌やダンスで観客を魅了させられてるってことだと思いますその昔山下達郎や矢沢永吉がザ・ベスト10に出ないという時代がありましたそして彼らは神格化,化していった コバメタルもそこを狙ってるんじゃないか、なんて思っています。千人まであと少しですね。頑張ってください。ありがとうございます。うーんなるほど。うんふんふん。いやー。まずお名前ありがとうございましたってことを二度目ですっ、ね、て。<laughs> はい。で、あと僕に対してね。これはね、こういうこと、こういうことあるんです。もう本当に。あのー。 僕どういう感じかっていうと音楽流れるところ当然イベント作ったりもするしそこで知り合った人とかお酒も飲みに行くし、うん、友達の友達はのいいとも形式ですよ。<laughs> これはもうあるんだね。なんか,かただ勘違いしてほしくないのは長いですからもう二十何年17歳から僕音楽業界出入りしてるからもう28年ですかえ出したら。 やってるからねそれはそういうことだろうっていうふうに思ってください、うん、力じゃないっすもう運、うん、タイミングそんなそんな感じ、うん、これ謙遜じゃなくて結構マジなんだよな、うん、って思ってますでそうそうで役割としては自分のやりたいことをずっとやっていたからあそういった意味ではあ結果的にいろんなものを先に知ってることが増えたってこと でこのバックグラウンドってことでじゃあ簡単にもうこんなのどこにでも書いてあることなんですけど話すると1997年から僕は自分のイベントのオーガナイズをやることになってるんですよ。まあ、高校時代はバンドマンドラムからスタートしてとかそういうことですけどでギターピアノ弾き曲作り歌歌いレコーディングもやりとかそういうことどうしてかっていうとあの人を雇うと高かったからてめえで覚えてったっていうことですよ。<laughs> 子供だから ね、お,お金は楽器買うのに使いたいスタジオ入るのに使いたいっていうとっていうことですよもう今みたいに安くなかったんです昔は <laughs> でそういうことでしたで、えー、その上で先輩のグループとかとなんかやってると先輩の言いなりだから、まあ、5年ぐらい言いなりだったんだけどちょっともう自分でやった方がこれはいいんじゃないのなんて2人ぐらいに思い出してそっからオーガナイズをやり。オーガナイズっってどういういことかって簡単に言ったら お金とと時間の責任を取るってことでだからそれを全部自分でやってしまえばいいことというか発言権というのが同時に自分に出てくるとただまあうん向き不向きありますねこれはね僕も多分向いてない人なんだけど結果20年以上やってるからもう向いてないっていうわけにはいかなくなってきたってことですね こんな感じですよミュージシャンやりたくて、えー、長い間そっちの道でいたんだけども結果的に30前後ぐらいの時にまあいろんなお店の付き合いとかで、うん、ビジネス的に進行させていくんだったら DJ とかイベントオーガナイザーの方がお店に価値を認められたっていうふうな回答でいいですかねそれでまあ今に来ちゃってるってことっすよ、うん、でもまあ今はも YouTuber の方がやりたいからね, <laughs> ね人生は複雑ですね 語ると簡単なんだけどポイントポイントがってことです。じゃあこんな略歴でいいですか。ま,あ、また折を見てて必要な時に話していきますよ <laughs> じゃあほのところご質問にお答えしていく感じにしますかね。えっ、ー、とこのアイドルのフォーマットモー娘。のフォーマットが朝ヤン語どう変わっていったかってことかな。えっとここも簡単に説明すると朝ヤン語はツンクさんプロデュース職がすごく強くなって乗り込んだ時期っていうのがあったと思うんですよ。 僕はこれ松浦彩ちゃんの時期っていうのとすごくかぶってると思っててこの時期は年2002年ぐらいいいいってて考えて間違いないと思いまつんくクさんは多分「モーニング娘。」で一番やりたいことをやったってより松浦彩ちゃんの「ファーストデートファーストキス」「ファーストキス」スキスというアルバム「ファーストデート」というライブなんですけどここですごくイズムがつんくさんがもし15歳の女の子だったらイズムがめちゃくちゃ出てると僕はもう読み解いてるんで。 まあそこまでの1回1つの旅だったような気がしますね。でその後うんと同じようなビジネスを1人の女の子でできちゃってもう1回モーニング娘。でやり直そうとしたら以前のようにうまくいかないもしくは以前のようにやることにツンクさん自体がある種のモチベーションというのがなくなって冒険するようになりいわゆる皆さんが思っている朝ヤン時代からのモーニング娘。というのが終焉になるという風な感じでそんなに間違ってないと思います。そそれでそこから、 後に言うプラチナ期と言われるような実力集団になるんですけどそこが「ご記面」っていうところですね高橋愛ちゃん新垣梨沙ちゃんなんての入ってくるフェーズなんですけどでこっからが実は現在の再資フとかがいた「窮期のモーニング娘。」と唯一リンクするところになるんですよ。ね。なので3つのジェネレーションに分けてもし朝山までしかご存じでなかったら3つのジェネレーションに分けてお届けしますと。 その松浦ちゃんがデビューしてファーストソトヤやる2002年1年2年ぐらいですよねのところでここで5期が入ってくる4期までは石川梨花ちゃんとかヨッシーとかねちょっと信号なんかやめよう今のは <laughs> えとそういうメンバーでそこまでが大体有名なんですねで5期から現在までっていうところでいうと9期が入るまでここら辺までですね 勇気入るまでどの辺っていったらこの間をつないでいくっていう風にする上では高橋愛ちゃんにがきりさちゃんなんていうのを強く意識して見たり聞いたりすると面白いかもしれないすです。直後に道重さみが入ってきますただ道重さゆみ超可愛くて好きなんだけど歌っていうところで論じるのすっげえ大変なんで今回はここまでにしておきましょう。まあそんな感じですね。 で、あとはどんなとこ答えたらいいかな。う <laughs> おまあ、音楽面か。これはじゃあ、あと同調でいっか。ね。うん。僕ね、これ、独自のアイドル感、なかなかあると思うんですよ。で、言ってるところを、なるほどなというふうに同調してもいいところがあるんですけど、一つ、 ここがちょっと僕とちょっと違うかなと思うところはやっぱりね離れているったら当然と思うんですけどあの握手とかでどうしても皆さん言うんですけど CD を売ってるって捉えてるところがあってそれだと2010年前ぐらい止まっっちゃってんですねで歌が下手だからアイドルっていうのもそこもちょっと全然今は違くてうまいのもいるし当然下手なのもいるしってことでめちゃめちゃ細分化されてると思った方がいいんですよ。 なのでこの楽しさっていうのを僕は理解して音楽聴いてった方がいいと思ってる人間なんでこれって細分化なだけにここがっていうのを言えなくてちょっと考え方を冷静に一回一回俯瞰にするだけでいいと思うんでそれで音楽聴いていってその子たちの事務所の人間とか若手とかちょっと大したことないやつがどんなことやってるのなんて見ていくと。 歌のうまい最初好きになったアイドルっていうところのすごさすごみっていうところ構造ってとこですかねそういうの分かってくるんじゃないかななんて思ってますちょっと間違ってたとこ言っちゃってるかもしれないんで気になるとこあったらまたご指摘いただければと思います、えー、非常に面白いあとお友達もお会いしてみたいお友達の <laughs> キャリア表現されてるんでよろしく伝えおいてくださいありがとうございましたねじゃそんな感じで次行きましょうえー、っと 車椅子さん、えー、質問が長いとツッコミを入れただけでしたが返答くださりありがとうございました返答する立場に立ってよと思った次第ですせっかくなので、えー、簡潔に質問させていただきます1欧米でのチケット転売の習慣は不評ですがあ是正されないのでしょうか、えー、2今年のグラミー賞などのイベントが行われるかどうかの情報はありますか3国尾さんが自由にプロデュースできるとしたらどのようなアクターを作りたいですか 具体的にありがとうございます。お答えしやすいっす、えー、とじゃあ1からあいきましょうかえっ、ー、と欧米でのチケット転売の習慣は不評ですが是正されないでしょうかに関してえっ、ー、とこれどの目線欧米のことを言っているのか欧米から日本のことが不評っていうことなのかちょっとわからないので両方回答しておきますね欧米のチケット転売はうーこのまま続きます えー、なんでかと言ったらあのしっかり組、ま、手が組まれててそこで両方にうまみがあるからこれだけだと思います。で日本の場合だと日本はもうう次転売というといころで綺麗に分かれてますよねなんかあのチケットサイトとかまあ昔とかだったら渋谷とかにあったチケットとか腹ごたえよく行ってたんですけどでそういうところでまあアイドルファンかファンか分かんない人が買って。 で10%ぐらいの手数料はあっても良い席悪い席両方まあ、適正価格っていうところの前後で売っていくとか次回もあるんでしょうけどねそういう感じだと思いますでこれは僕だただ単に市場よく言うじゃないですか市場の理論っていうところに任せてっていうところが回答で正解で取り締まってもいたちごっこ で納得した人は買うけど納得しない人は買わないってだけな気がしちゃっててそんなにあんまり僕ここに注目してないところあるかもしれないですなので是正はされないと思います <laughs> じゃあ2の回答いきましょうで今年はグラミー賞などのイベントが行われるかどうかの情報はありますかに関してえっ、ー、とこれはねグラミー賞自体は今まで中止されたことって多分ないはずなんですよなのでやると思います それだけの話です歴史に裏打ちされた今までの過去の例がないのでおそらく遂行されるだろうということでございます。で3つ目国和さんが自由にプロデュースできるとしたらどのようなアクターを作りたいですか面白いですね。えー、面白いですね、えー。お答えします。僕だったらもう小学校1年生から <laughs>。めちゃくちゃだけどね学校作っちゃうかもんね。 でも僕 <laughs> これ作んないよ作んないけど長期的にもうそれだけ仕事にっていうところで僕がすごく20年ららい時間かけてやれるんだったらそうしますよ理由は簡単に3つ、えー、余計な外圧っていうところ関係なくやっていけるこれ日本でもどこでもやってることだと思うんですけどジャニーズもやってるしハロプロもやってるし EXILE とかの辺もやってますよねこれが理にかなってんですよで適性適性を見つめられる なのでその学校で育ったところであこれは今うちが持ってる上のところでタレントでやるべきなのかコーチでやるべきなのかそれともスタッフ内部のやつでやるべきなのかってところをずっと子供の頃から適正見てられるんですよ。でそれに応じた早い段階での指導が出せるということなので誰も不幸せにならない。もちろんあの学生のほが途中で自分はこういうことやりたいこういうふうにいきたいって言ったらああ 僕がもしその学校長だったらちゃんと他のところとコンタクト取っていって同等のトレードですすよよねをやりますよ、うん、これがよく言うお金なのか人的保障なのかみたいなところですね。<laughs> でもそんなのどの世界でも同じように流れてるんで、えー、とそれをやる準備を淡々としとくってことでしょうね。でその上で えー、今言ったようなことなんですけど中学生高校生ぐらいになったらアイドルっていうのはその辺からもうビジネスの商品になりますからその子がその子の親御さんとお話することになりますけど親御さんと志が合致し金銭感覚的にもそんなに外れのないラインというところがしっかりとした契約が結べるんだったらゴーですよもうこの程度でいいっすか <laughs> でそこから先行きたい海外戦略ってやっ,たやってるんだったら本気出します同じことをただ単に外国のマーケットでやるだけなんですけどただ寿命の中でどれぐらい自分だけでできるかって言ったら僕寿命足りないと思ってるんで正直言うとファンやった方がいいなっていうのが結論ですし実際の行動になってますねねあんまり期待通りの回答じゃなかったらすいません,うんそういうふうに思っています引き続き何かありましたらご連絡お願いしますありがとうございました じゃあ続いていきましょう。えー、っと。お朝比奈さん、いつもありがとうございます。コメント会社ありがとうございます。またのこのこと書かせていただきます。笑い。国尾さんに対して、えー、真意が伝わらず、憤ってる方がおられますね。わかります。自分も、ああ、うまく伝えられなかったな、勘違いさせてしまったかな。違う書き方にするべきだったなと思うことしきりです。笑い。 ですがこれだけ多くのコメを読みすべてを理解し的確な解消するのは至難の技ですそこでそういった方に提案なのですが例えばコメの中でも自分が重要視している部分に矢印ここ重要びっくりなどの <laughs> 中略を入れるなどの工夫をしてはいかがでしょう米みたいに対する思いが熱いゆえに長文になってしまうわかります質問のバックボーンを踏まえた上での国尾さんの意見を聞いてみたくて自分もつい前置きがなくなってしまいます 次からなるべくコンパクトにしますすいませんまた自分も文章でうまく伝えられない部分があるように国尾さんだって口でうまく伝えられなかった部分もあるはずで、えー、自分たちもそこを読み取ってあげることが必要だと思います違う人間だから違う感想価値観があり違う意見を聞いてみたいと思うわけでそれが自分と違うのは当たり前とも言えます どうかあまり感情的にならず一緒にベイメタハローそして皆さんを応援していけたらなと思います。あとベイメタのファンの方でアイドリングが好きだったと言ってくれた方がいて嬉しかったです。笑い。えー、不敬の方からは嫌われがちだと思っていたので笑い。長々と失礼しました。いやー。 こういうのは嬉しいですね。もう僕が言ったら角が立ちそう。角は立たないか。僕が言ったらちょっとなんか、あの、恥ずかしい感じのことをまさに代弁していただけてるんで。えー、ありがたいですね。で、こうじゃなきゃダメってわけじゃないんですよ。だけど、こうしてくれたら確かにやりやすい。<laughs> ねそういうことですよね。でもこれを俯瞰で見てたら分かっちゃうよね。 でもなかなかみんなここまで書きづらいだろうからその役割買ってくれてありがとうございます。でここね、えー、最後のところじゃあ便乗乗乗りを X にしようか。ねアイドリング好きな人僕もよく知ってますよ。でベイメタと方向性が違うように見えるけど2010年代の最初の頃からサークも含めてねこのアイドル戦国時代的に言われてたような時代を走ってきたっていうところで。 時代背景さえしっかり見ていけば面白く両方を押せるから知っといて損はないですよね。僕はそう思ってます。てな感じで引き続きよろしくお願いします。じゃあ行きましょう。行きましょう。えっ、ー、と、ルナメダルさん。 コメントを読みいいただきありがとうございます。前回の話ですが、契約内容については、株主総会でも新たなレーベルを探す趣旨の話もしていましたから、ちょうど契約が切れた時期だと思います。ですから、フリーな状態からの再スタートのように感じました。あと、マーチャンダイジングは、マーチャンダイズ、グッズの販売権だと思ってください。ベイメタは、ライブネーションと組んでから、ツアー規模が急激に拡大しています。その見返りが販売権ではないかということです。根拠はこれです。リンク貼ってあります。 このメンツの中でにしましょう <laughs>、えー、ロゴ表記ですからあ期待の大きさが伺えます実際ベイメーターのグッズは売れると言われていますからねこれは資金の投入というより自らのブランドを利用した形ですね人脈の話ですが私の言いたい人脈とは五分の関係であることが前提なのでビジネスだろうと友達だろうと構いませんなぜかというとトリカムのようにノウハウを知らずアメリカにチャレンジして資金を溶かすだけで終わった例があるからです 知り合う人たちが5分で接してくれるならノウハウもセットで協力してくれると思うんですがドリカムが売れて困るなんてことはないですからベイメタは欧米で数々の前座やフェスに出演して人脈やノウハウを蓄積していった結果が現在も続く欧米での活動につながったと思っています最初に戻りますが資金をどれだけ使ったかも大事ですが人脈はそれ以上だと思います これは余談ですが K p o p のブラックピンクなるものが大々的に世界ツアーを回ったらしいですが儲けはビビたるものだったそうですその事務所が赤字だという記事も見ました五分五分な関係とまで言いませんが、えー、足足元見られすぎです長々と失礼しましたありがとうございますもうこれ多分 あれですよね、ビジネス面で謙虚にそして、えー、見られているところというのがあかなり確証あるものを並べていただいてるっていう感じだと思います。で一点このリンク見たんですけど消されてしまっているのかちょっとあの拝見することはできなかったんでうーまだ興味はありますのでもし嫌でなければあの貼り直してたいただいたりしたら助かります。でなので ちょっとここっていうのはこのお話の中から読み解けるそして僕が意見を言っても間違いがなく5分以上いけそえっ、ー、とこれグッズの販売権ですよねグッズの販売権って取っていると面白いんですけど外国って最後言ってた k p o p の分っていうのはかなり海賊文化もあるし K の売ってるやつら自体が海賊を作っているっていうセット販売だったりするってこともあったりして。 この販売権は多分取ったところで国内のもの国内の日本人に売るときにすごく効くものな気がしちゃって、ね、これを海外で取らなきゃいけないっていう矛盾なんですけどねうんでもそんなもんだと思いますでグッズはアイドル系はもうほぼほぼぼこれはもうもう儲けられるところで一番お金になるところじゃないですかねなんでかというと直接聞いたからわかりますってことです それだけですようんこれはもう圧倒的でしょう、うん。その権利を取っておくっていうことは当然後で何て言うんですか続かれなくて済むっていうことでこれでいいですよね。そういうことですよね、うんで。海外のノウハウっていうところが人脈っていうところもうとてもよく分かります。人脈も1つずつのパイプじゃなくて3つぐらい欲しいですよね。3つぐらいあればなんか1人が間違ったこと言っても後の2つからで。 何もなかったようにできるっていうそういうことだと思いますねで K はこれうブラックピンク僕これ知らないですけどもしビビたる利益だったとしても利益ありますよなんでかと言ったら彼女たちはそれで、えー、そこでやったっていう功績を打てるし一応知名度ってことにできるあとなんていうかな K−POP ってね どんな会場でもすごく大きいバッグとか k p o p に限らず韓国カルチャーですよすっごい一番大きいバッグを出してそこにだ大々的に宣伝書いて街中歩かせるんですよそういうことできるから,からそこっていうのはちょっと民間の資金力とは違うところにあるなって僕いつも思ってるところです。二、ね。でもこれすごく僕クリアになりましたああとドリカムの件ねこれドリカムに限らないんですけどね 日本人は仲介のやつに、うん、僕多分少々ビジネスがうまいというのはいい言い方で悪く言えば、うん、うまいお金の引き方知ってるやつがいるんだと思いますうんしかもアジアに精通してる人ねそこにあの手この手で抜かれてしまうっていう時期が長かったで今はそれ比較的ゼロじゃないけど だいぶ下火なはずですよ。うん、そんなふうにそんなふうに見ています。もしまた新たな見解なんてありましたら情報交換してまいりましょう。ありがとうございます。じゃあ続いてまいりましょう。えっ、ー、と山本明さん。 まままたたたコメントさせていただきます。結論が確定しない議論を好きなものでカッコ笑い、えー、前回高校野球の大阪代表と広島代表に例えたところ阪神タイガースと広島カープをイメージされたようですが私のイメージでは桜学院は、えー、中東野球の優勝校でハロプロは甲子園常連校というところです、えー、と中東野球優勝校の方が基本に忠実なんだろうな 中学といえば名門高校と10回試合をすればあ2、3回は多分勝ちそうですよね、えー。そんな意味合いのレベルではなく好みなんですね。私は違いますが、メタルは世界中に固定的なニーズのあるジャンルですが、固定的ということは新規参入の少ないオアコンだったわけで、そこにあらゆるジャンルのメタルをぶち込んで、さらに男の世界のメタルに女性、しかもティーンエイジャーをぶち込んだので、あ、またあの、うん、メタルボットが。 あメタルの未来を託したわけですね、えー、日本で言えばベテラン歌手ばかりでオワコンだった演歌に氷川きよしが現れた時と同じでしょうかね彼も最初はかなり叩かれていましたしねてんてんてんそろそろアイドルも終わらないとオワコンになるのではないでしょうかありがとうございます野球,と <laughs> 野球のたた野球の例え僕の会食がまずくてそれを是正していただいてありがとうございました 理解しましまた、えーね、僕はそう言っちゃったけど、うん、こう言いたかったんだからこれですもんね失礼しましたでこのメタル演歌論でそのいわゆるシーンの、うん、これは僕さいこの動画の最初の方で言ったけど似てるようで今はかなりどのジャンルも細分化してると見ちゃってるんですよで なんていうのかな実際こういうふうに思っていた山本さんだったり僕,僕もこれ分かるから僕らの時代っていうのはこれ成り立つと思うんだけど何個かの前の動画でも言ってるんですけど今の20代ぐらいってこういうことあんま考えてないんですよお話聞いてると世界中どこでもだからある種そこのある種そこに染まりたい日はあるんだけど毎日こうかって言ったらこうじゃない気がしてるんですよね当然こんな人もいますよ ただマスじゃないんですよねこれ僕捉え間違ってるかな、うん、っていう気がしますで演歌は続きますでメタルももちろん続きますどうしてかというとここでしか感じられない感動とここでしかできない技術が詰まっていてそこの一流に魅力があるから,、うん、だからオワコンにはならないですアイドルも同じです今と同じ理由です ねえまあ、この辺の探究は違う話でしましょうか引き続きご意見お願いしますあざすじゃあ続いていきましょうえっ、ー、と三枚坂井さんサ百スさんの BDC 動画について国尾さんの見解はポイントをついていてさすがだなと思います さんはずっと才能があると思ってましたが邦雄さんの分かりやすい批評で自分が間違っていなかったので嬉しく感じました仕事考えですがアイドルの要素にダンス部門とボーカル部門があると思いますただダンサーでもないしシンガーでもない中間かなと括弧間違ってたら訂正してください今さやさんはダンサー側に触れていますよねこのままダンサーに振り切れてしまうのかなんて思いますがあ振り切れてると競合多数です えー、アイドルに戻っても強豪多数ですがベインメタもおバ,ンドメイああバンドメイドも唯一無二のスタイルで隙間をついてますねこんなことを考えると将来のサヤしさんはダンサーに振り切れずに唯一無二の自分のグループを持ってダンサー兼ボーカルとして活躍してもらいたいななんて考えてますありがとうございますんうんうんそうそうそう ポイントついているように聞こえたんだったら「さやしの段差の件は良かった」。えー、っとね。えー、でこの訂正しなきゃいけないかどうかというと全然訂正しなくてよくてうーんこのねこの例えも分かるのよ。うーんで未来像だよね問題はね。未来像は俺毎回同じこと言って,て恐縮なんだけど。 鞘師がどうしたいかなんだよね読んでもいいじゃあ今全く鞘師の感情を全くカットしてそれで僕がどうするべきかって見てるかっていう話とえっ、ー、と三枚坂歩さんがどういうふうに言いたいかっていうところの同調論にこうとしましょうかここは。これで言うんだったらダンサーに振り切った方が早いのよなんでかというと歌は一流じゃないから。でダンサーは 場所によっては一流の光がある、ね、うんそういうことで歌はやってそ,そんな中でもやっとけゃいいよやっていけば確実にステッパーがあるからで声がいいから最初はで花があるだからいけるでもじゃあ彼女がさダンスをやめて歌だけにしたらってなるとおいおい違うだろうってなるじゃないねえだからそういうことなんですよ なので僕だったらダンスに千年とかっていうところでどんどんオーディションとか大きいシーンっていうのを目指させて歌は淡々と淡々と一個ずつ一個ずつ本人の声の艶の出るところを集中的にで本人のキーで無理なく歌える曲っていうののコンポーザーを集めてってあこ今このタイミングこの感情でこの曲だったら時代ベストと思ったらドーンですよ。<laughs> 偉そう来たねいよいよ来たね。 でも同じじゃないかなと思ったんでこんな話しました。うん、あとにかく様子見て応援していきましょう。最近の最新のインスタも1個だけ更新されてたのもなんかちょっとね、えー、芸術家美,美大とか言ってそうな雰囲気になってきてるけどね。うん、でも可愛いからいいじゃんってことで引き続きお願いします。じゃあ続いていきましょう。えっ、ー、とアンドゥ67さんいつもありがとうございます。もうこれまあいいか。 はい、じゃ続きましょう、えー、連っと噂おりカッコ流出していま,、えー、ましたが「点々点」「過去閉じ」「最子の留学先はニューヨークのスクールはブロードウェイだこれは BDCNYC でしたね」でいきましょう自分が2016年に Perfume ニューヨーク公演で訪れた時は最子がニューヨーク在住なら来てるんじゃないかと妙にそわそわしたのを思い出します笑い。 あれはどんなテーマのダンスだったんでしょう。もう少しオーソドックスなスタイルのダンスを見てみたい気もしました。いや、2016年、多分、かぶってますよ。最初、いたと思いますよ。そんなこと言ってました。僕、多分、この時、言ってるんですよ。コミコンに。で、パフュームが行った時期と、多分、1週間ずれてると思う。あい1ヶ月かなずれてると思いますね。ね思い僕も思い出します。 ね、であどテーマのダンスこれは多分単純に曲ポップミュージック的なものをまあ ED もポップミュージックと言っていいと思うんですけどを何曲か他の先生とかが上げてた動画でも全部で3動画が多分 YouTube で見れちゃうんですよね。それでも見てて思いましたけど、うん、まあダンスどれもテーマが違うんだけれども形角度リズムの取り方見れるところ。で わかりややすいやつ、ボーカルレッスンとかで普通にカラオケとかで歌ってるような曲とか取り上げてるような感じと似てるのかななんてのは少し思いました。うん、でも彼女はおあれがオーソドックスかオーソドックスじゃないかってったらオーソドックスじゃなく見えるかもしれないけど今の若い子らがその辺で練習してるダンスってオーソドックスなもってあんまなかったりするじゃないですか。ねこの3ヶ月ぐらい見てないですよ <laughs> だけど、えー キンキン今年の1月2月とか去年の末ぐらいの時にダンス練習している人たちっていうのは結構もうバラエティーのいろんなことやってるんですよ。なのでここも細分化なんですよね。うん、と思いました。でもまあ見てみたいは一緒ですね。コテコテのやつとかね。タップダンスプラスアルファとか。そういう感じ。まあそんなこと思いました。引き続きまたお付き合いお願いします。じゃあ続いて参りましょう。 さんありがとうございます10代後半のベイメタファンですベイメタはアイドルかメタルか論争というのがよくあります最近のテレビ番組内でスーメタルが、えー、こういうバンドもいると思っていただけたらいいですというような発言をしたためアイドルではなくバンドという結論に至ったと考える人がいるようです僕はどちらの要素も間違いなくあり双方がハイレベルなのでどちらか一方のジャンルに絞るべきでなくクソどおでもいい論争だと思います しかしベイメタをアイドル視することを嫌がりバンドとして見る人のほとんどはアイドルを嫌っていたりアイドルに対して偏見を持っている気がしますベイメタをきっかけにメタルもアイドルも好きになった今では佐やし系のハロータですとかことじ僕としては正直かなり嫌です YouTube のコメント欄などでは、えー、ゴミアイドルと一緒にするなとか日本の音楽は終わってるそれに比べてベイメタは というような他のグループを下げ B メタを持ち上げるようなあ音楽評論家ぶったおじさんたちの悪口が目立ちます確かに世界的に評価され実力ビジュアルともに完璧と言っていいほどの最強ユニットを口パクアイドルと一緒にしてほしくない気持ちはわかるし、えー、なんでそっちばっかり売れちゃうんだよって思うけどそのアイドルには他の面で圧倒的な魅力があるわけだし実力派かつ顔よしのアイドルだって言います一部のアイドルを見ただけで判断してほしくないです メディア露出の少ないベイメータにとって SNS は宣伝のための重要なツールです。なんとなくベイメータに興味を持ったアイドルウォーターが YouTube を見てこのようなコメントを見たら傷つきベイメータを応援する気はなくなるでしょう。実際一部のこのようなメイトが嫌でベイメータから離れた人もいます。これはベイメータが日本で人気が出ない理由の一つかと思います。Where the one と誇らしげに歌うくせに。 他を尊重せず壁を作る悪いファン目立ちます、えー。ベイメーターは日本になんか目を向けてない、ドヤ顔でという人もいますが、僕はもっと日本でも人気になってほしいし、若いファンも増えてほしいです。バラドルになれっていうことじゃないけど、もっと学校とかで友人と語りたいし、良さをたくさんの人に気づいてほしいし、本当に人生変えてくれることもあるから、点々点。 そのためにはメイト一人一人が排他的すぎたり時にはなんとなく興味を持った人にしつこいくらいにご了承する行動を見直しアイドルオタクになれとは言いませんがアイドルに対する偏見をなくすべきかっこそもそもベイメータはそういう偏見を実力でねじ伏せてきたわけだしかっことし <laughs> と思いました国尾さんのアイドルかメタルか論争についての意見や僕のコメントに出する意見が聞きたいですなくなってすいません いえ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 さあさあ来ましたねね若い方のコメントはね皆さん私も含めてちょっとシャキッとするんじゃないですかねこれはねえわ、ー、かりますよこれねどこまでもわかるしそうなったらいいなと思うんですよなので最後のとこだけ行こうか ほとんどね、いい,いんだけど、うんあ、ちょっといいんだけどとか言ってて一、ひと言言っちゃうんだけど、これ、いい意見して戦ってっても、多分答え出ないんだよ。もう、その人たちが大きく変わるってことはなくて、まあ、よくて、その意見も分かるよ、でもね、になっちゃうから、俺も似たようなこと言ってるじゃない。<laughs> そ,うそうなっちゃうんだよ。うん、だけどこれ僕、僕はどっちを応援するかって言ったら、 こういう話だったらテペテペさんの方を肩持つし応援するよ。理由は単純に今後長くあなたの方が時間を生きるだろうし僕が言っていることとかっていうのと見てる世界観っていうのを共有する上ではそっちの方がマーケットも広がるし価値も広がるから。ほんとそれだけだで。で多くの大人は同じこと多分思ってますよ。で基本的には戦いたくない。で 理屈言いたいのはこれね僕もあるっちゃあるからそこは見逃してあげて <laughs> すいませんもねそういうことうんでこれ一個だけねベビーメーターあここはねバカ乗りするの一個一こうかベビーメーターは日本なんか目を向けてないっていうので海外だけだみたいな言う人いるっていうことでしょこ,これはあの、うん、情報が揃ってない人だからその人は優しい気持ち見ててあげて そういうういここことでですじゃあ最後のの質問でこれいきましょうねこのねベイメタアイドルかメタルか論争についての僕の意見ね、えー、とこの動画の最初の方に言ったところと角度変えて一個お話しをでアイドルとメタルって落ち着いてくれって話でそもそも全然違うところにいたのを融合したでこれってベイメタがやったからすごそうに見えるけど多分ベイメタやってなくてもどこかがやってたのよだけどここがやってくれてよかったのは一流でやれたから。 あとスーメタルの声もそうだし歌詞の世界とかもそうだし曲もプロデューサーもですからコバメタルさんが素晴らしいんだと思うんですけど感動させることができるじゃないですかだから超ラッキーだったったて捉えるののが我々実はそもそもも正解なんですよねなので僕は論争になるっていうところもラッキーだったのの恩恵を預かってるって捉えてますで世界に出れたのもやっぱラッキーだったってことどうしてかというと最初にそれを目指してやってない 途中かからら切り替えたから僕はそう思ってますよ。でこれはあのー、全体的なところで他の日本のポップカルチャー音楽のシーンでもたくさんあるんだけどそこで挑戦していないからこの論争に出てこないっていうところもあるし挑戦してやっちまったなっていうのもあるからこの論争に出てこないところ両方あるんでその辺っていうのはもし気になるところがあればまたお話ししていきたいなんて思っています。 いやありがたいじゃあ次行きましょうでこれが次がラストアンサーですねいつも長くてすいません <laughs> じゃあ行きましょうえっ、ー、とパパアハナタレさん初めてツイートしますもうツイートかん <laughs> 前頭層世代の僕にはあなたと同じ世代のバカ息子がいますのですごく近しい感じがしますクニ、えー、をちゃんと呼ばせてください ごめめんんね、クニオちゃんの見解を求めたい項目が2層でありまます。す。長文無礼します、えー、1点目アイドルの政治的発言について2点目ベイメータの今後の展開についてです1点目は芸能人と控えてもよいのかもしれませんが戦前はともかく戦後断るごとに議論のあったところですねカリウ・パンペムさんの発言にファンのツイートがコロンオツ となったようで発言を削除したとのこと多くのしがらみがあるアイドル発言は難しい部分かもしれないけど自分の思ったことはあ素直に発信することは重要だと思いますただアイドルごときが何を言うかという雰囲気があるのは不愉快ですアイドル出身の国会議員も多くなっているわけですから彼女らが党派を超え えー、事の賛否は別としてアイドルが発言することを抱擁するべきかと思います。国おちゃんはどう考えですかちなみに萌ちゃんの最終形は国会議員ではないと思っています。マジで。えー、と2点目はご意見を伺うというより僕の願望を妄想です。ベビーメタは日本一のスーパーバンドこれスーパーバンドなんだよな。ベビー日本一の。え消えた。 やっちまったかちょっと待ってね出てきたすいませんベイメトは日本一のスーパーバンドになってほしい、えー、と神バトル神バンドの一つに女神のバンドを加え日本のトップクラスの女性プレイヤー例えばギターにユキエリ,エリオちゃんにいい、えー、ドラムに川口千里ちゃんなどに、えー、参加してもらうもちろん仮面なしで ただ、みんなアイドル性高いので、収集図がつかなくなる恐れはありますけど、えー、それからポストゆいちゃんには、りほちゃんに正式参加してもらいたい。コバメタルは予測不可能の吸収で攻めてくるので、それを楽しみに待ちましょうか。長文失礼しました。PS、くにょちゃんアレルギー性炎みたいですね。僕も若い頃から苦しみました。お大事に。お気遣いとご質問とさまざまな見解、あやざいます。さあ、お答えしていきましょう。ね。 これはですから最初挙げました「アイドルと政治論」という3つ目のところの部門とリンクするのが最後の回答になるわけです。ねえまず何なんて呼ばれてくれてもありがとうございますです。でえー、と「アイドルの政治的発言について」というご質問これはね僕が思ってるのはあっていいと思ってるの。 なんでかというと政治的な発言って一般人も含めてなんだけどしないの日本人だけなんですよ。外国行かれた方ってもうほぼほぼみんなご存知だと思いますけど会って数分数時間で自分と宗教観政治観話すのがザラですよね。そこで発言できない日本人ってやばいんですようん。なんか よ,よく知らないことになっちゃって歴,歴史を知らないいもやばいですよねうん入らないっていうことは個性の付け足しにも個性自分のアイデンティティの表現にもならないからただ僕の昔の自分最初の頃外国行った時どうだったかって言ったら日本が無宗教で政治を話さないことっていうのが一般的なんだってことを強く表現するみたいなことをやってたんですよ。 でそれだと一歩踏み込めないいんですよお互いあとあ相手がすごく強くだけ話して聞く側になっちゃうみたいなこのいわゆる「口論」とは違うディスカッションコンバセーションですよねこれならないですよね,ねえコンバセーションか、まあ、何でもいいや国の手に形がねで、これ何が言いたかったかというと五分五分の話し合いにならないってことを言いたかったんです なので政治的な部分というところももしアイドルとかも含めて B メタの皆さんもそうですしさやしりほんもそうですけど自分を売り出していって向こうと五分五分の関係を持ちたいと思ったら政治観と宗教観みたいなところは持っていないと国際基準ではないってことですね。で相手の宗教の情報も知っておいた方がいいし相手の政治の情報も知っておいた方がいい。詳しいかというよりまあ一般の人たちが喋ってるレベルっていうのは分かっておいた方がいいんですよね。 でこんなのそんな難しくなくて、ちょっとちょっとネット見れば出てきますから。ね、これが僕が、ゆえにですね。これ、こういうゆえに、アイドルも政治的なものっていうのは2020年型、今後というところは全然知っておいていいと思います。だけど、日本国内のその活動を邪魔するような人に突っ込まれるってところ嫌だろうから、今は様子見ながら空気見ながら知っていても、出現と捉えるようなことは、やんなくてもいいっちゃやんなくてもいいですよね。うんこの辺が、 難しいところです。1億2600万人のジャパニーズですよ。そう思っています。で、えー、とじゃあ2つ目の回答いきたいと思います。えっ、ー、と、ベニメタの今後の展開についてですね。で、これに関してはあー、なんか、多分僕の知らないアイドルでごめんなさいね、名前間違ってたら。例えていて、バンドを組んでいってということで、オールジャパンの女性プレイヤーで、えー、バンドをやっていったらいいんじゃないかっていうあのご提案だと思います。 僕これも全然いいと思いますよ面白いと思いますでも,でもがあってじゃあこのメンバーになった時にたびたび言うんですけど資金を誰が出して何年でどれぐらいのリターンを求める感じにするかってもうとにかく消費って全部これなんですよで、これがこのグループで格差が出ちゃってるはずなんで多分遂行できないですよね知名度であったりスキルだったりです えー、なのでこのパパ・花たれさんがお金を出すお金を出す動きをする例えば前にもちょっと言ったんですけどクラウドファンディングとかをリーダーやって事務所が OK 言うか言わないかさ多分もうベビメーターが入ってる時点で OK 言わないんですけどでも他のメンバーだったらそういう動きしてみてもいいかなっていうところありますねだけどそれも根拠を出さないといけないのとリターンを明確化しないといけないっていうところで果たして そこまでやる気になって一人じゃできないんで何人かのパートナーを作れるかどうかというところがいきなり壁になると思いますねこれでも否定したくて暗い話をしたいんじゃなくてそういう話を共有していく中で誰かは俺だったらこれやるよ私だったらこういうことができるいや自分たちが本人たちがやろうってなってるってなるかもしれないんで こう口に出ししててて発言していってなんか頭の中に流すきっかけになったら僕なんかこの動画っていうのは価値があるんじゃないかななんて思っているんでお話ししてみたりしていますねで、これはコバメタルが予測不可能な吸収で攻めてくるっていうのがあるんだったらそれは楽しみにしてればいいのかなって思ってますからまあいずれにしても常々応援してていここうってことですよねそれによってプロデューサーの方とか事務所の方々は当然やりやすくなりますからね なので僕の見解というのはこのような回答になってしまうんですけども適切だったかどうかは分かりませんがまあいずれにしろ前向きな発言っていうところをつ紡ぎ合わせていけば何かに答えがあって今のタイミングで叶えられないこともそんなに遠くない先でトライはできるそういうふうに思っていますありがとうございましたであの、うん、花今日ちょっと調子いいかも さあ今日も長くなりました、えー、とおそらく史上最強よりちょっと短めかもしれませんねあと田中さんありがとうございますもう何個も書いてくれたんですけどちゃんと直差しします <laughs> さあじゃあ最後の挨拶にしましょうえっ、ー、と今日は最後の挨拶というところでお届けしたいことまあ週末が入っていますからまたあーコメント、まあ、全然ゼロだったらやんないですけど、えー、とトピックというところをまあ週末うもう一回お返しすると思うんですで この中でもうルール付けしたつもりはないんですけれどもやっぱり僕からちょっと一個今日は質問みたいなところをお届けしておこうと思うんですね。でそうするとあのなうん書きやすいじゃないですかそういうふうに思ったんですなんかアドバイスしてくれた方もいるのでちょっとテーマみたいなことで全然違うのも書いてもらっていいですよでも一つ出したいと思います僕が皆さんにお聞きしたいのは日本国内の音楽での打ち出し方の近未来像 どんなふうなのをイメージしてらっしゃるかということあと日本以外の国の中での近未来像どういうことをイメージしてるかということ正解である必要はありませんこんなふうなところが自分は今こういう理由で想像してるよってここが聞きたいですねでそれはもう皆さんの中での根拠を言ってもらってもいいですし何にもなくても大丈夫ですそんな形のコメントの中から僕は次のところの動画に一つ お答えと同時に僕もこんなこと考えてるんだよってことをこう何て言うんですかねここスタートにしてこう紡ぎ合わせるような形っていうのを選んでいきたいと思っていますんで引き続きクニオチャンネルぜひ登録していただきながらあーお互いのディスカッションに乗っていただきたいするのも楽しいんではないかと思っておりますまあ YouTube の使い方の提案ですねでは長い時間本日もありがとうございましたまた近々で再会しましょうありがとうね